こここそが全ての始まりの場所、約束の地、ディアボロスじゃ。ここが神話の中にしか存在しない伝説の場所だと思っていたのに。人がいるけど、なんか変な感じだな。確かに変だな。あいつらからは正気が全く感じられねえ。ひょっとしてあれは昔の人たちの魂？そのようじゃ。彼らは死してもその魂の生きどころがどこにもないんじゃ。悠久の時を経てもここはあの時のままなのか。この長いバベルの塔を這い上がってくるとは、確かに大したもんやわ。けっ、ちーと時間がかかっちまったがな。せやな、来るんがちーと遅すぎたのかもしれへんな。何せうちらは6人の大天使の鎧をきっちりと揃え終わり、すでに本格的な覚醒を始める準備も終わらせてしもうたんよ。せやけど、全国各地に散らばった大神官たちを集めて
誰が誰かを判別するのはえらい大変やったんや。何せ一遍転生した大天使は自らの鎧を再び手に入れるまで記憶をなくしたただの大神官になり下がってしまうさかいにな。すでにご自分でも気がついておられるのでしょう。この世界に7人しかいない大神官たちの中で残された大神官は唯一ただ一人、ヨハネ殿、あなたこそがメフィスト様の真の生まれ変わりなのです。教皇様より直々に大邪神の鎧をお預かりになられていたことこそその何よりの証。今回の一連の行動も全ては大邪神たちを復活させかねないような忌まわしき危険人物どもを一箇所に集め、彼らが真の覚醒を起こさぬ前に速やかに叩き潰そうという素晴らしきご計画。さあこちらに来られてご一緒にそのメタトロンの鎧を取り返しましょうぞ。かつて特に大天使という名で呼ばれて恐れられていた強大な魔力を持った天使たちが存在した。今や黒き羽の守護神となった自信と傲慢を司る大天使メフィストを筆頭に、かつてのアダムの最初の妻で娯楽と怠惰を司る黒き羽の大天使リリス、すべての空飛ぶ生き物の頂点に立つ向上心と嫉妬を司る大天使ベルゼブブ、メフィストの海軍を率いる希望と強欲を司る大天使ベヒーモス、生贄を要求する収穫神で成長と暴食を司る大天使モーロック、もともとは美の女神で恋心と欲情を司る大天使ベルフェゴール、あなたは欲情の町ベギルドのアスタルテさん。天変地異を巻き起こす荒ぶる神で集中力と怨念を司る大天使アラストル、そんなあれは秘密地下組織のケルビムの親父じゃねえか。かつてのサタンの使徒がこれで揃ったというわけか。ヨハネさん。だがしかし、わしが誰かも知らんとは、お主たちよっぽど教皇に信用がないようじゃの。なんやて。わしこそはこの目で創世紀戦争を見届けた唯一残されし者。わしは転生など一度もしてはおらん。そもそもお主たちは未だに大邪神などと呼んでおるが、あの大戦に敗れ大邪神などと呼ばれるようになってしまった正義を司る大天使ミカエル、自由を司る大天使ウリエル、勇気を司る大天使サリエル、友情を司る大天使ラグエル、人権を司る大天使ラファエル、
愛情を司る大天使ガブリエル。そして数ある大天使たちの中でも最も謎めいた大天使、平等を司る大天使メタトロン。元を正せば彼らも全て同じ神に仕える大天使だったはずじゃ。第一、その様子ではお主たちはまだメフィストの正体とてつかめてはおるまい。このルピルピの助力を得ながらも結局はメタトロンの鎧に宿るその魂すら復活させることができなかったこのわしがメフィスト・フェレスの生まれ変わりだなどとは片腹痛いわ。お師匠様。ということはヨハネではなくあいつが。この感覚はこれは覚醒を促すために食べた先ほどの知恵の実の影響。また遠い昔のリリスの記憶が。あかん、認められへん。だってそれは七つの。まあよろしおすわ。アンハンがメフィスト様の生まれ変わりと違うても、メタトロンの鎧さえ手に入れれば同じこと。ルカ様、ここは教団最強の邪道騎士をもって当たるのがよろしいかと。ヨハネが仲間でないと分かった以上、あれの始末を優先しなければ。ケルビムさん。メフィスト様がいない今、悪いがここで創世紀戦争を繰り返すわけにはいかんのでね。あのケルビムさんがどうして。